忍者道盾教室講師の山下忠彦です。忍者名は画廊と申します。よろしくお願いいたします。約束組手春夏秋冬の一つ目春を解説していきます。今回はツバメ返しと納刀の反応です。ツバメ返しとは袈裟斬りと逆袈裟斬りを素早く合わせた技です。ポイントは袈裟斬りを切った後手首を反転させて切り上げながら横に足を一歩出す。ダメな例は一手一手をバラバラに、そして一歩下がって切ってしまう。間合いが空きすぎてしまいます。そして納刀の切られた側のポイントですが、芯が納刀するまで倒れないこと。じっと震えながら我慢してください。納刀の音をガチャリと聞いた後に倒れます。ダメな例は切られたら即死ぬこと。自分のタイミングで倒れること、余韻を持ってください。今回で約束組手春は終了です。次回からは2つ目の夏を解説していきます。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。